高知能時代の日本語教師研修の参加者の皆さん、こんにちは。このビデオは第3週のビデオになります。今日はですね、人工知能を使って語彙や漢字を増やすというタイトルで今ビデオを作っていますが、まず最初に言いたいことはですね、良い授業っていうのは、少なくとも私にとってはまず文脈、コンテクストがあるということですね。そしてそのコンテクストのために言語知識がある、必要だっていうことですね。その文脈っていうのは、例えば、私がいつも言っているソーシャルメディア、冒険家メソッドですね。冒険家メソッドの時はまずソーシャルメディアがある。そして行動中心アプローチの場合はまず行動があるわけですよね。はい、キャンドゥとかね、そういうのが。で、言語知識っていうのはそのためにこのソーシャルメディアを読んだり、あるいは何かを日本語でやるためにはどんな言葉が必要か、どんな漢字が必要か、どんな文法が必要か、そしてそれを教える、こういう文脈で目的を達成するためにその言語知識を教えるっていうことが、良い授業だと私は思っています。はい。で、なので今日はですね、でもそれとはちょっと特にインドの学生さんはそういう考え方を受け入れられない人が時々いますよね。時々じゃなくて結構いますよね。はい。なので今日はその反対に、まず言語知識のこの語彙とか漢字ですね、そういうのを教えるためにどうすればいいかということをちょっとご紹介してみたいと思います。はい。でね、これは例えばこれはチャット GPT のあれですね、今日ね、やったばっかりなんですけど、3.5 の方です。はい、GPT3.5 の、無料で使える、チャット GPT ですね。お金を払わなくてもいいんです。はい。で、ここでですね、まず私が最初に入れたのは、経済に関する語彙を25ください。翻訳はつけないでくださいっていう言い方ですね。まあ、皆さんがやるときは、この経済じゃなくても何でもいいです。皆さんの興味がある、カテゴリーね、それでその語彙を20語くださいというふうにやってみるといいと思います。はい。で、この中で大体意味がわからないものがね、例えばもしこの中にあったら、この最初の財政っていうのがわからなかったらですね、ここね、私間違えて日本語で質問しちゃったんですよ。日本語で質問するとこういうふうに日本語で返ってくるので、まあこれは日本語を勉強している人にはちょっと難しすぎますよね。でその後で財政の後にミーニング&ひらがなというふうに、書きました。そしたらもう本当にこの漢字のね、意味と、ひらがなを教えてくれます。同じようにこの需要っていうのもこの中にありましたね。どこだっけ、需要、あ、ここに供給と需要ってありますね。この言葉がわからないから、その後聞いてみたという例ですね。需要のミーニング、意味とひらがな、こういうふうに聞いていますね。はい。で、今回はね、20個の、言葉を教えてくださいっていう意味なので、その17番目とか13番目っていう言い方でも大丈夫です。例えばこれがですね、17番目は金融、13番目は投資っていう言葉ですね。はい。それも同じようにミーニング&ひらがなっていうと、この言葉の、意味と読み方をね、教えてくれます。13番目も同じですね。はい。で、まあこういうふうに質問して教えてもらうことができるわけです。20個全部あっても分かっている言葉があったら質問する必要はないですよね。分からない言葉についてだけ質問すればいいと思います。で、その後でそのね、私が今日質問した言葉のリストを作ってくださいと。で、その、リストには日本語だけではなくて英語の、翻訳とひらがなもつけてくださいねというふうにお願いしたわけですね。で、そうするとこの財政っていう漢字にひらがなとそれから意味が、入っています。そのここでは4つ質問したので、この4つの言葉のリストができているわけですね。はい。で、その後はね、クイズを作ってくださいっていうお願いです。はい。マルティプルチョイスクイズっていうのは選択クイズですね。そう、今日私が質問した言葉から、選択のクイズを作ってくださいと。で、一つの質問をしたら私の回答を待ってください。そしてフィードバックをくださいとね、私の
答えについてフィードバックをくださいと、正しかったか間違っていたかということですね。そしてその後で次の質問をしてくださいと。で、すべての言葉がカバーされるまで続けてくださいというふうに、そういうプロンプトですね。はい、で最初の質問はこの財政っていう言葉ですね。はい、財政。で、ここではまあ、これは B なので、これ私が B というふうに質問しました。あ、いや、答えました。はい、で、そしたら B って答えたら、あ、それは正しいですねと。はい、で、その次の質問はこの需要っていう言葉ですよと。で、まあ、ここは C のディマンドなので、もう一回また C と、これ私が答えたところですね。はい、そう、これ正しいですよと。で、次のこと、言葉は金融っていう言葉ですよって。で、これも C、全部 C ばっかりですね、なんかね。はい、C ですよというふうに、答えたら、まあ、これも正しいですと。で、その最後はこの投資ですね。投資っていう言葉です。投資はどれですかというので、これ A のインベスティメント。A ですよというふうに私が答えました。はい。そしたらこれは正しかったですと。で、全部正しく答えましたというふうにフィードバックしてくれてますね。これで全部ですよと。はい。で、まあ、こうやってクイズをすることができますし、で、その後ですね、例文を作ってくださいということですね。私が今日質問したボキャブラリーに関して、簡単な日本語の、例文を作ってくださいと。一つずつね、一つずつ作って、そして英語の翻訳もつけてくださいと。そういうプロンプトを、これは私が書きましたね。はい。そしたらチャット GPT がくれたのがこういう、ものですね。はい。例えば財政っていう言葉の、まあ、ひらがなの読み方と言葉の意味と、そしてそれからその日本語の、例文ですよね。短い例文。政府は財政を健全に管理する必要があります。はい。で、それの意味ですね。英語の意味も書いてあります。同じように、需要、金融、投資という言葉についても、それぞれの読み方、意味、例文、日本語の翻訳、例文の日本語の翻訳が全部書いてあります。はい。そしてですね、最後に、これはね、セフアルの A1 レベルではないんですけどね、正直ね。はい。でも、簡単にするにはこのぐらいにした方がいいかもしれません。はい。SFR、ヨーロッパ共通参照枠ですね。それの A1 レベルの、基本的な日本語で、私が質問した言葉を使って短い物語を、作ってください、書いてくださいというのがこの、私のプロンプトですね。はい。で、そうすると、こういうふうに、物語を作ってくれました。でもね、正直言って、あんまり面白くないですね。はい。この、物語はあんまり面白くないです。でも、ね、チャット GPT は、普通はね、もっと面白い、ちゃんとなんか、なんていうんですかね、クライマックスがあるような、本当に短いけど、クライマックスがあるような、物語を書いてくれることがありますけど、これはあんまり面白いストーリーではありませんでしたね、残念ながらね。はい。ですけど、これにも、それぞれ、英語の、翻訳がついているので、意味がわからないと、ことがあったら、ここから、覚えることもできると思います。まあ、最後に、要するにこれが入っているのが文脈っていうことですよね。もう一回繰り返しますが、本当はこういう文脈、物語とかね、そういう文脈があって、まず文脈があって、そのためのその語彙とか漢字を勉強するのが、私は良い授業だと思っていますが、まあ、今日は、例外的にね、ちょっとそのまずこの言語知識を出してもらって、そのためにその文脈を作ったという、そういう、授業の、勉強の仕方の例をご紹介してみました。はい、それではビデオここまでになりますね。お疲れ様でした。ちょっと待って、これどうやって止めたっけ。こうか。